ディゼルグ酸は、バッカク菌が生産し、ツルミナ、銀葉アサガオ、空色アサガオ等の種子でも見られるエルゴリンアルカロイドの染具体である。ディゼルグ酸のアミドであるディゼルグ酸アミドは、医薬品や原覚剤として幅広く用いられている。ディゼルグ酸は、様々なバッカク菌のアルカロイドの分解物である。ことから命名された。ディゼルグ酸は、一般には、 天然に存在する様々なリゼルグ酸アミドを加水分解することにより生成されるが、例えば1956年のロバート・バーンズ・ウッドワードによるものと、複雑な方法で全合成することもできる。パラジウム触媒によるドミノ感化反応に基づくエナンチオ選択性を持つ全合成は2011年に藤井信隆と大野博明によって報告された。リゼルグ酸。 一水や獲物は、自ら再結晶すると、非常に薄い小六角形状に結晶化する。リゼルグ酸、一水や獲物を二水銀中ミリメートル、摂氏140度で乾燥させると、無水リゼルグ酸となる。生合成経路では、トリプトファンを、ジメチルアリルにリン酸とともに、ルキル化することで、S、アデノシルメチオニンで、N メチル化された4、ジメチルアリル L トリプトファンとする。 酸化的閉環の後に、脱炭酸、還元、肝化、酸化、アリル異性化することで、D リゼルグ酸が得られる。リゼルグ酸は、二つのキラル中心を持つキラルな化合物である。カルボキシルキ近くの八番炭素の配置が逆のものは、イソリゼルグ酸、窒素原子近くの五番炭素の配置が逆のものは、それぞれ、L リゼルグ酸、L イソリゼルグ酸と呼ばれる。 リゼルグさんは、麻薬及び、抗精神薬の不正取引の防止に関する国際、連合条約の表一線具物質にリストされている、リゼルグさん異性体の構造。ありがとうございます。